で、まあちょっとこの辺はまあしかし機械の場合はやっぱり人間ほど、賢いというかロバス眼見ではありません。具体的にはこうやっぱり基本的には静かでないと動かない。今の機械なんかでも基本的にはこういったマイクから撮っておりまして、そういあの集音マイクから撮ると非常に難しい。それからあと話し方がやっぱり早口になったり訛りが多いとまた難しいとかいうことがあります。これはまあさっきも言いましたように僕らが外国語とか聞くときも大体同じようなことが言いまして、まあ、日本語で会話してるとあまり意識しないんですけど、外人と話するときに、こういうところですといいんですけど、まあ、街の中うるさいところになると途端にこう聞き取りが会話が難しくなりますし、それからまあ、訛りが多い人は難しい、まあ、やっぱ早口になると難しいっていうのは、まあ、人間でも機械でも同じようなことです。で実際にさっきの議会の国会のやつでも、そう記者さんと話するとですね、話してさっきのようなのをお見せしますと、やっぱり音声機械で認識が難しい人は、まあ、人間の速記者の方もいやこの人は確かに僕ら書くときも難しいんですよというようなことをやっぱり言わはるわけでして、まあ、そういう意味で、似たようなところはやっぱりあるわけです、はい。まあ、あと機械の場合は特に機械も人間でもそうですけど、まあ、状況がやっぱり分かっていると分かっていないで随分違ってくるということがあります。だから旅行というふうに真意を限定すると英会話できますけど、まあ、何でもかんでも聞き取るようにするっていうのはまた難しいということがあります。これもまただから今の機会とにも、すごく言えることです。それで、まあ、先ほどお見せしてしましたようなデモでお見せしましたような国会のデモをお見せしましたようなものも含めまして、まあ私のところ、まあ、これは同志田先生の研究室にいた時から、開発しておるんですけど、まあ、こういう音声認識ソフトをまあ開発しているということで、まあ、これは単に、紹介です。それからこれもちょっと時間があったらデモ、したんですけどちょっとないので、それからもう4時になってきますので、あとちょっと最後に、まあ、合成の方の話も若干だけ、まあ、バランスを考えていきたいと思います。それで、合成の方は、まあ、それほど京都大学ではそれほど、取り組んではいないんですけど、まあ、基本的に申しますと最初にお見せしましたように、音声を分析して、まあ、周波数特徴を取るんですけど、で、これ2通りの、まあ、アプローチがあります。で、1つはこの音声を分析したものをさらにこう波形に戻すっていうパターン、それから、まあ、分析を経ずに、まあ、周波数に経ずに、波形をそのままこう接続するパターンですね。で、例えばこう駅の案内とかでですね、まあ、新幹線とか乗られるとてきめによくわかるんですけど、何番線に何時何分発、のぞみなんとか号東京行きが、到着しますとかって出てきますけど、まあすごくこう普段聞いてるとあれなんですけど、まあ最初に聞くとやっぱり違和感がこうつないでるっていうことがあからさまに分かりますよね。つまり東京のぞみ何百何十号東京行きがっていう感じでこうそれを、それぞれパーツを録音しておいてそれをつないでるっていうのがあからさまにこう分かるわけですね。だけどまあ、個々の単語自体は明瞭にこう自然に、まあ、そのまま、再生しているだけですから、きれいなわけですね。でだけどそうすると、日本語は何でも、まあ、特定の東京とか博多とかそういうのは限られてるから全部取っておけるわけですが、まあ、何でもかんでも、できるそのままでできるそのままでやるのは難しいですが、まあ、だけどこれは本当に昔は難しかったんですけど最近はそういうこともまあ可能に結構なってきまして、まあ、この波形の素変あごめんなさい素変ってここに書いてますのはその音素なり、音節なり例えばアとかカとかっていうパターンをですねごとに波形を、まあ、ただ単にこうアとかカとかっていうのを録音してつないでもそれは本当にこうパッチワークになって全然聞けるもんではないんですけど、まあ、これはだから石垣を積むときに
のと同じようにやっぱり前後がきちっとこうピタッとピースがはまらないとうまくちゃんとした音にはなかなか決まらないんですけど、まあ、その石垣の素品もたくさんこう集めてくるとピタッとフィットするのがこうだんだん見つかるようになってくるかなってきますので、まあ、そういった考え方で最近は作られることが多いです。でそうせずにこう周波数にするとこのレベルでまあスムーズにこうつなげることはできるんですけど、まあ、音がやっぱりこう一旦こう分析へますからどうしても歪んでくるという問題があります。まあ、これはだから、こっちは自由度が高いんですけど音は、歪む、まあ、こっちは、音は綺麗ですけど、まあ、そんなに自由度がないという、トレードオフがあります。で、まあ、これもちょっと英語の例で恐縮なんですが、これもすごく歴史がありますので、これ最初の方は最初のようにこう出しているのは全部基本的にはこちらの一旦分析してから音を合成するという、処理だと思います。最初は、これは最初は本当に分析して音に戻しただけのやつですね。 1. The motor of Homer Dudley, 1939. Will you please make the motor say for our eastern listeners, good evening radio audience. ここから And now for our western listeners, say good afternoon radio audience. Good afternoon radio audience.まあこれなんかも最後の方はちょっと何言ってるかよく分かりませんけど、最初のグッモーニングとかグッドイブニングっていうのはまあなんとなくそう言ってるのは分かりますよね。まあだからこれも多分初期昔のその SF 映画のなんか宇宙人が出てきたりあるいはロボットが出てきて喋ってるのがありましたけど、まあ、それはまあこれと同じぐらいの、まあ一旦こう分析してから周波数分析してから構成するっていうような処理をやってます。 11. The Devo Articulatory Synthesizer developed by George Rosen at MIT 1958 sentence using the second generation of Goodarfont's UVA Cascade Format Synthesizer, 1962. Welcome to the Stockholm Speech Communication Seminar. まあこれなんかは初期の音声合成としては随分クオリティが高いと思うんですが、まあ、ファント先生というのは、MIT でおられて、まあ、スウェーデンの方なんですけど、KTH という研究所で、まあ、随分こう、まあ、堺県にも来られたっていうのをこの前堺先生がおっしゃってましたけどね。それから今のこの次の MI トークっていうマイトークっていうのが今の音声合成の、まあ、まあ音声合成で一番有名なものですけど、まあほとんどのアメリカ人の方が音声合成というと大体これをもう想起するやつです。30. The MIT マイトークシステム by Jonathan AllenSherry Hunnicutt and Dennis Klatt, 1979. Speech is so familiar a feature of daily life that we rarely pause to define it. It seems as natural to man as walking and only less so than breathing. Yet it needs but a moment's reflection to convince us that this naturalness of speech is but an illusory feeling. そうですね。このデニス・クラットっていう方が、まあ、こう最初に作られて、それから、このデッこれ MIT の話で MI トークで、デックに移られてからデックトークってなって、このデックトークっていうのが、まあ、多分ほとんど同じだと思うんです。33. The Klatt Talk System by Dennis Klatt of MIT,
which formed the basis for Digital Equipment Corporation's DECTOC system, 1983. Text-to-speech systems are beginning to be applied in many ways, including aid for the handicapped, medical aids, and teaching devices. The first kind of aid to be considered is a talking aid for the vocally handicapped. According to the American Speech and Hearing Association, there are over 1 million people in the United States who are unable to speak for one reason or another. まあこれなんかも人によって感じ方は違うかも思いませんけど、まあ、僕が最初聞いた時はすごい、学生の時に聞いた時はすごい、クオリティだなと思いました。だけどまあやっぱりアメリカ人に聞かすとこんなのは全然ダメだっていうふうに言うんですけど、まあ確かに今聞くとまあそうかなと思うんですけど、だけど、例えば今 Windows に、まあ、Windows にですね Office を買うと大体、合成機が合成ソフトが入ってます。これまあ皆さんのパソコン持ちでしたら、コントロールパネル このサウンドなんとかっていうのと、この音声認識っていうのがありましてですね、音声認識って書いてるんですけど、まあ普通は Windows には入ってないんですけど、音声合成は大体入ってます。 GPLKSAPIJPA You have selected Microsoft Sam as the computer's default voice。まあ、多分こんな感じのは多分 Windows 買ったらどなたのパソコンにも入ってると思うんですけど、まあ、そんなにさっきのデスクトップと比べて劇的にそんなに違うかと言われるとそんなに違わないような気もしますよね。ということで、でまあ、日本これちょっと日本語のはさっき日本語ありましたけど、これもうちで作ってるやつ、これちょっとローマ字が読めないので、まあいいや。GPLKSAPIJPLESEMALE の声をコンピュータの規定の声に選択しました。まあ、最初のこの辺のがちゃんと読めないんですけど、日本語はまあそれなりに出てるということがお分かりいただけるかと思います。まあ、だからさっきのようななんか感じは、これも我々が協力して作ってる、まあ、フリーソフトの合成機であります。で、そういった技術がまあできますと、あ、そうか。これはもう一つ宣伝しておかないといけないのは、これも、私のところで作っ、ここ5年くらい、動かしてるんですけど、まあ、市バスを案内するシステムでして、ここに電話番号をかけていただけると体験できます。で、これも、まあ、これは大室さんの協力で。こちらは音声ポケロケサービスです。ご利用になる停留所、または系統番号をおっしゃってください。京大正門前から京都駅前まで。京大正門前から京都駅前まででよろしいですか。はい。京大正門前から京都駅前に106系統のバスは6つ前の高野橋東詰めを出発しました。もう一度ご利用になりますか。いいえ。ご利用ありがとうございました。これなんかもこれは最初の番と書いてありますように、これは普通の音声合成機で作ったんですけど、まあこれはやっぱりバスの交通局か どっかに店に行ったり、あるいはマスコミの人に聞いていただくと、まあ認識はうまくいってるんだけど、この合成の音はやっぱりなんとかなりませんかねってやっぱり言わはるもんですから、まあこれもオムロンさんに、協力していただいてですね、プロのアナウンサーというかナレーターの方に結局全部吹き込んで、まあ、バス停京都に600ぐらいあるんですけど、それ全部吹き込んでもらいました。ですから今電話かけていただくとこちらの感じ。こちらは音声ポケロケサービスです。ご利用になる停留所または系統番号をおっしゃってください。京大正門前から京都駅まで。京大正門前から京都駅まででよろしいですか。はい。京都駅の最寄りの停留所は京都駅前です。京大正門前から京都駅前206系統東山通り京都駅行きのバスは6つ前の高野橋東詰めを出発しました。もう一度ご利用になりますか。いいえ。ご利用ありがとうございました。
まあ、これなんかもここはすごく綺麗なんですけど、さっきの206系統は高野橋なんとかを出発しました、この辺りは、その新幹線のと同じように、まあ、こう継ぎはぎしてるからちょっとこうイントネーションというかが不自然なところがあるかと思います、まあ、しかしこれぐらいですと、まあ、普通の人が聞いても違和感なく聞き取れるというものです、まあ、ただこれはバス停さっきも言ったように600ぐらいこう全部吹き込んでるわけなんです、えらいそれも大変なんですが、こうバス停っていうのは結構毎年毎年こう変わったり増えたりするものですから、そうすると増えたところは、またこの同じ女性の方にお願いして取るんかというような問題が出てきてですね、まあ、そんなにやっぱりその人が毎年毎年同じ声で話せるわけでもありませんので、まあ、やっぱりなかなかこう難しいということがありまして、まあ、やっぱり基本的にはこう音声機械による合成をまあ高めていかないといけないということであります。それで、まあ、そういったことをで、まあ、こういったいろんなこのバスの情報を案内するシステムでありますとかが、ここから実用化されているものですけど、それから、この今回の企画展示で作りましたのは、まあ、こういった技術を全部結集いたしまして、京都の案内、まあ、この金閣寺のついて教えてください、それはいつできましたかとかっていったことについて、足利義満が何年に作りましたとかっていうふうに答えるようなシステムが、まあ、これも体験された方もおられるかも分かりませんが、まあ、ぜひ、試していただけると、まあ、もちろんこれはこのために作ったものですので、まだまだこう未熟でですね、ここ、このロボット実際にこうこれぐらいの大きさですけど、まあ、本当に子供ですので、子供だと思って相手してもらえると、ちょうどいいかと思うんですけど、まあ、こういった、技術で、まあ、こういったものができるようになってきたというのが、まあ、最近の、まあ、現在の、状況であります。それでは、ちょっと10分ぐらいオーバーいたしましたけど、この辺で、最初の講座を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。